さあということで高さ大喜利クラブ番外編第3週でございます。第3週ということで今度こそ、はい、第3週目は今度こそ大喜利クラブのおすすめ動画、はい、まあインバウンドもおすすめですよ。ですけど、まあ、みんなで集まってワイワイやる大喜利メインコンテンツ今まではもうサブコンテンツばっかり紹介しましたけども、カニスプーン耳かきとかいやそうですよ、 ASMR もねありましたから上戸でお尻打つやつとか何を勧めてるんだっていう。じゃあメインコンテンツの方ちょっとやっと第3週にしておすすめしたいと思います。ちなみに奥野さんのおすすめは何ですかね。僕は穴埋め大喜利の第1回、穴埋め大喜利の第1回漫才の歴史、はい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 、ピンソンズの北澤さんとハブサービスさんの回、はい、やったで、スクリーンに映してでみんなで穴を埋めていくってやつですね。最終的に穴埋めの数が多すぎて、うんはい、ボケすぎで、はいはい、みんななんかハイな状態で収録あそうでしたね。いまだに覚えてますね。コンビの役割としてボケとツッコミが定型ですけれども、その他にもホニャララとホニャララ、ホニャララとホニャララなどの形式もあるみたいな。今見て見ましょうか。これは第16回高さ大喜利クラブ2018年12月25日配信の穴埋め大喜利漫才の表現形式の20分10秒ぐらいからちょっと見てみましょう、はい、またツッコミがなく相方のボケにもう一方がホニャララしたりホニャララしながら進行するボケと便乗ボケの組み合わせというスタイルの漫才、はいはい、これウィキペディアより抜粋なんですね。はい、はい、相方のボケにもう一方が、ね、発狂したり無視しながら進行する発狂したり無視したりするパターンどういうコンビが発狂するのかすげえ面白かったんだよな。虹の黄昏みたいな無視はしてないけど発狂はしてるけど相方のボケにもう一方が嘔吐したりおしっこしながら激かったな。すでに20分間ボケ続けてるからそうですね、この時点で猫なで声で同調したりヘコヘコしながら猫なで声で同調したりヘコヘコしたり詰めて考えたら面白い漫画になるかもしれない。いや面白いですね漫才が進まなくなっちゃうかもしれないですけど相方のボケにもう一方が爆笑したり悶絶したり最高だなこれ。いやこれ面白いしょうがないでしょ。もともとはねこれウィキペディアから抜粋してて、はいはいはい、プロ の、うん、そのお笑い芸人である、はい、3人がウィキペディアでお笑いを学んでるっていうことが面白いんじゃないのかなっていうことから始まった、はいはいはい、そうですね、はい、いや見事に企画だったんだけど、はい、どんどん不思議なことになってって、はいはいはい、でもこれが割とシリーズ化してコントの歴史とかあと、うん、YouTube の歴史 M1 の歴 M1 の歴史など、はい、いろいろやりましたけどまた今後もいろんなもうあると思います。歴史があれば、はい、このゲストの回だとエピソード大喜利回の一個のお題で、うんうん、はい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 、すごいハブサービスさんと高さが面白かったなっていう、はい、第42回高さ大喜利クラブ2019年9月10日のやつですね。これの3つ目の企画としてはエピソードトークを話してオチ言い終わった後お題が出てそれに対して残りの2人が答えるというそれの3つ目のお題、はい、ゴリラから逃げられないっていう話なんですけど、その顔がゴリラっぽいっていうあれで、はいはい、僕ここまでゴリラ言われるから逆にちょっとゴリラ好きになってきちゃって、うん、で名古屋に、イケメンゴリラ、ああ山道具ね、はい、シャバーニーっていうのがいて、うん、せっかくだから一回ちょっと見に行こうと思って行ったんですよ、うん、でそこの檻がゴリラの檻がまあ外に出てくる場所、うん、でそこの裏側に行くとなんかこうガラス張りでこう内側でで大体その中にいるんですよ、うん、外にあんまり出てこないと、でみんな外に出てくるのを待ち構えてそこで写真撮ろうとしてみんな待ってるんですよ、うんうんうん、
でその時もイケメン声だって結構人気だったから人もいっぱいいて、うん、で海外からの人もいて、うん、すごいみんなで待ってて、うん、でも全然出てこないからどんどんみんなまあいいやプライド違う動物見に行こうっつって、うん、で行っちゃって僕も見てたんですけど全然出てこないから、うん、どうしようかなと思ってたら外国のカップ外国から来たカップルの人が来てで、写真を撮ってほしい、うん、で、ああ、OKOK、いいですよって言ってたらあのカメラ貸してみたいな言ったらああ、ノー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 っつって、トゥギャザートゥギャザーおー、OK で、なんか違う人に頼んで僕を真ん中にして、なんかこう、なんかカップルが国際カップルが僕を真ん中にしてこうやってで屈辱だよで Thank you みたいな Thank you じゃねえよ OK みたいな Good picture みたいなこと言いながらで僕完全に顔覚えてるんですよその2人、うん、絶対インスタに上げる気だこいつら、うん、ジャパニーズゴリラってってきたよその人たちのインスタを見つけたんですよ、なんかハッシュタグで、なんかいろいろシャバーニとか、そう東京、日本、ゴリラみたいなの入れて、その2人の、あ見つけた、この人たちのインスタって思って、で、写真探したら、1枚もなくて、ただ思い出で撮るなよって、どうせならインスタに上げて、なんかネタにさせてくれよと思って。ゴリラゾーンそうちゃんとデリカシーはある人たち面白いなバンコ共通にゴリラでいけんだなと思ってああそうです、ね、ちょっと嬉しかったですよ逆に、うん、そうそうそういう感じですねでお題が出るとこの話を一個聞かせたとなるほど言うであろうあこれはなんかいいですね確かにずーっとやってたかったっすね、はい、この話を一個に聞かせたとしたら言うであろう一言とはインスタ早いよ出てよっていうねみんなそろそろ電話進めましたインコーさん燃費いいなこの話を一行に聞かせたとしたら言うであろう一言とはゴリゴリうまいことかけてきたなうまいこと言うなはいこの話を一行に聞かせたとしたら言うであろう一言とは背負い投げみたいな感じでもうドラミング楽しそうだな、はい、この話を一行に聞かせたとしたら言うであろう一言とは普通にすっからけちこの辺でねこの話を一行に聞かせたとしたら言うであろう一言とは北川君、頑張ろうね一番嫌だ一番嫌だ本当嫌だな今だったらこう言いますよね優しいからね、優しいこの話を一行に聞かせたとしたら言うであろう一言とはそんなことよりプラセンタ使って、はい、この話を一行に聞かせたとしたら言うであろう一言とはでもでも男前じゃない見境ないこの話を一行に聞かせたとしたら言うであろう一言とはドラミングをしながらダンダンどん、どんだけタイムサービス精神の旺盛ですね全部持ってこうとしてるね最低だと思うなエピソードトークの後にそれですよねはいこの話を一行に聞かせたとしたら言うであろう一言とはそれでそれで最低だ感動悪いよく今までやってこれたね一個最低だよこれタレントとしてたまたま感が悪い日だった感が悪い感がいいでおなじみじゃないのあの人途中で違うこと考えてはい。これは確かに楽しかったですねこれ確かエピソードトーク大喜利があって
て、もともとはちょっと違うシステムでやってたんですよね。お題をね、あのエピソードと絡めるか絡めないかってちょっと変わって、うん、そうですね、なかなかね、本当にエピソードを知らないまま、うん、お題も知らないまま、はい、やってますんで、噛み合うかどうかが本当に、ね、ある程度運に、はい、左右されると思う、はい、これ別にその配信だし収録システムなんで、うん、ガチでやる必要ないじゃないかっていうのは僕は思うんですけど、うん、だしやっぱりせっかく配信するんだから、うん、それは練って食ってきた方が面白いもの出ますけど、うん、なんか毎回ガチでやっちゃうんですよね一切やらせないですからね、うん、はい、これあとどんな人に出てもらいたいとかっていうのもあるんですかね、視聴者の方は。あ、なんかね、はい、もしコメント欄とか、そうですね、もしコメント欄にこんな人出てもらいたいとかあればお書きいただければ、なるべくこの、コミュニケーション能力の低い僕ですけれどもこうね、皆さんのためだったらっていう思いでブッキングしてみますんで、無理なのはダメですよ、はい、三遊亭小遊三師匠までならなんとかなんとかいけるかも、卓球のつながりがあるんで、なるほど一回卓球大喜利ってものをやってみたくって、あで卓球台を持ち込んで、まあ卓球場を借りて、なるほどね、はい、チェスボクシングってあるじゃないですか、うん、チェスをやってでボクシング、肉体と頭脳で戦うやつ、それのチェスボクシングだから大喜利卓球か、まず大喜利でやってポイントを決めて、でその後卓球やってそれのポイントも決めてみたいな、それの合計点で、はい、競い合うっていう。ただね、卓球もできて大喜利も得意な人ってなかなかいなくて小遊三師匠しかいないんですよ今のとこ小遊三師匠が出てくれるのであれば、まあ、ぜひやってみたいんですけど、あとフリップにするのか口頭にするのか、はい、小遊三師匠はやっぱり口頭の方が、はいはいはい、自分のフィールドですから。あとポイントは座布団にするのか得点方式でいいのかとか卓球の得点、はい、こうペラペラめくるやつ、あれを1、2とか数字じゃないですか、うん、あれを座布団1枚めくったら2枚何枚にすれば特製のやつの怒られますね、今回第3週は作家の奥野さんおすすめの、高さ大喜利クラブの企画をちょっと、動画見ながら配信してみました。全然僕のおすすめのやつを言わないっていうまだ言わないまだ言わない、まだまだこのスタイルが続くかもしれないんで、8月の第3週に次週こそ僕がおすすめのやつをちょっと言おうと思うんでお願いします。はい、ということで高さ大喜利クラブ番外編第3週でございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。どうですか、このもうやっと照れなくこのセリフが言えるようになってきました、そう2年やってこれを言う歴史はとっても浅い、そうですね、今年入ってからですよね多分チャンネル登録よろしくお願いしますは50回過ぎてから50回過ぎてから言ってますから、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、高さ大喜利クラブ番外編第3週おしまい。ティリリリリティティティリリリティリリリリティティティリリチャンキュイ。ご視聴ありがとうございました。